BTI ブラボー、またも山下です。小林博之です。またもかいです。ゼブレイン松井です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。この放送は岡井写真館と秋葉プロデュースとバイガイナックスのスタジオより、お送りしております。はい、すごい。さゆります。靴の本会でございますね。今日はもうね、靴の本会でございますよ。今回は、はいはい、ついにえっちゃんとの、まあ、関係性にピリオドを打ちました。うん、旅行に行きましたね。ほいほいついてったね。まず花火ちゃんがさゆりに片足を踏み込んでたけども、なんやかんやで、まあ、えっちゃんを解放してあげたという回でございましたね。はあ、で、西川に最後会って、西川にベラメ口調で罵られたぐくい一人で生きていこうかなっていう、まあでも、まあ、花火ちゃんはもともと一人で生きていった派ではあったんですけどね。でも一人はつれえよっつって、一人はつれえよって心の中で思ったけど、一人で生きていくしかねえやって思ったから。関わると関わるでつれえみたいな話だな。でも僕もね、本当人とのつながりが増えてるから最近、花火ちゃんみたいに一回思ってもね、結局は人とのつながりが欲しくなんだよ。都合のいい麦みたいなのに出会った瞬間にダメになってくるってことですね。もうね、抱き枕でも買おうかなって最近思ってますから、ね、一人暮らしの OL じゃねえかよ。わかる。ヤマピーの言うてことすげえわかる。30オーバーの独身男性のね、はい、同じ立場として抱き枕も小林いるのにダメ。小林しちゃダメだな、ほんと。小林しちゃダメらしいですよ。満足できないそうです。可愛い女子がいいなあ、どっかに可愛い女子を転がってねえかな、ほんと。頼むよ、天から降ってこいよ、親方。親方、いいっすね。誕生日プレゼントで可愛い女子を送ってくれる方、事務所までお待ちしております。やだよ、やだよ、段ボールに梱包されてきてもよ。はい、チョビッツじゃねえ。さゆりの話でも怖い。梱包は怖いな。はい、さゆりです。さゆりね、まあね、今回あのさゆりのさゆりしとさゆりにマリセスとさゆりで取られてしまいまして。あ、そうですね。で、花火ちゃん失意の中、えっちゃんとも、まあ、なんやかんやで決着がつきまして、さっきも言いましたけど、はい、っていう回でございましたが、そう、ね、皆さんどうでしたか、本当。いや、もう麦ってね、まあ、ね、なかなかの麦ってたからね、探ってるし、男子高校生の夢みたいな話が、ね、そうなってるからね、ベータだなって思ったら、それは男子高校生の夢っていう、ただの AV だよ、AV でよくあるやつだよ、男子の夢を叶える AV。いや、最後にベータな設定持ってきやがった、家庭訪問しちゃった。いなかったからしょうがないよね。バカ野郎が。そこは先生ずらしないよ。本当に先生なんで。海のただれてってあんなにってちょっと思います。いや、でもさゆりは人生楽しそうだなと思って羨ましい。で、麦くんももういいでしょ、ここまで楽しかったら楽しんでるだけだからね。もう開きなんて分かってるしね。いや、でも麦は麦で結構秋っぽい性格だと思うからな。まあ、飽きたら飽きたらいいんじゃないって感じで終わるね。さゆりのことも結局飽きちゃうんじゃないかな。そしたらさゆりどうやって手出して先生は、そろそろ結婚しないとやばいなって年になったら、ちょうどいい人見つけて結婚するだけだ。 IT 企業の社長とね、適当にその準備だけしつつ遊べばいいんだって。そうそう、めっちゃいい話。そうそう、の準備の、まだ準備段階だもんね。まだ若者の勝ち組の図よ。まだ23ぐらいでしょ、あれ。あ、オードたちは、あ、なりなさい。そうなんですけどね、花火ちゃんがね、花火ちゃんがね、なんだろう、バカ野郎だよね。切ないね、花火ちゃんの生き方はね、本当にね、しんどいからやめていただきたいですそうね、あの教室で全員を失った感じの時間ね。いや、違うんだよって、世の中さ、35億いるからさブルゾン山下さん。バイバイでね、35億いるからな。そうですね。そうそうそう。まあ35億いるけど、女性も35億いるからさ。奪い合いではあるよ。花火ちゃんみたいな子には、男は暴られないのかもしれないけど。花火ちゃんまだ。花火ちゃんはモテるでしょ。もう若いからね。まだね。確かに、もうちょっと遊んだっていいぐらい。そうね。まあ取り返せる。もうちょっとさ、やんちゃした方がいい。むしろ。ちょうどいい遊びの。痛い目見た方がいい。じゃあさ、今の学校で言うと、本当悪い男みたいな。遊んだ、遊んだ。見てるチャラ男だから。あの途中途中出てたチャラ男言ってる発言がもうチャラくなって、もうちょっと痛い目見させてやりてえなと思ってそう、ミスれよ。このタイミングで痛い目見ると焼け落ちしようからさ、多分。そう、なんかでも若いうちに痛い目見といた方がさ、いい大人になるじゃない。まあそのね、取り返しがつくタイミングでミスっとけっていうのがあるね。30超えてから今と同じミスって話だったの。なるか、いい女になるかっつったら、いい女になった方がいいじゃん。いいね。だってあのまま行ったら、あのさゆりになるだけじゃん。そう、あかね先生。まあ、さゆりになる才能があるって言われてるぐらいですもんね。まあね、
私はこ、うん、そうだ、私と同じ側だっつってたもんね。まあ、ね、うん、多分30過ぎてろくな、ろくでもない大人なんかいっぱいいるんだけどさ。まあいるね。いや、すいませんね。ろくでもない大人の意味が違えんだよ、違えんだよ、常識的な意味だよ、やべえやつだよ。すいませんその今の言葉もだいぶ広い範囲を包めるやつだったから。あ、俺か、ちゃんと入った。まあ、相方さんもね、そうですもんね。やべえやつで言えばよりピースしてこっち見てんのに、やべえやべえやつです。あいつはもう全かもしみたいなやべえやつなんだよ。若いやつに寄り添ってんのに治ってねえっていう。こじらしてっからさ、うちら。いやでもミスったからもう次に踏み出せないっていうね。じゃあこじらしてんじゃねえかよ。しくじってる。だからさ、もう花火ちゃんにはさ、ライトな恋愛をサクッとやってさ、なんか取り手立ち直ってもらいたいなって思うわけですけどね。一回ね、その高校生らしく付き合って、ああ、ダメだったわっていうやつをね、ちゃんとやれば。いやでもね、正直ね、あれなんですよ。まあ高校生のうちってさ、もうくだらないこととかさ、どうでもいいことをさ、すごい考えちゃう時期だから、まあなんか大学に行ったらさ、大学行ったらなんやかんやね、自分と近い境遇のやつばっか結局集まってくるから、大学ってのは。グループでさらにできやすいね。いいんだよ、なんかもう彼女とか彼氏の名前入れずに掘っちゃったぐらいしなきゃ。それはやべえな。やべえやつ。やべえ高校生いるじゃん。ダメですね。やべえやつ。例えがきちいし。例えがきちいし。俺、まだやるんですけど、これ。チャンピオンとか。いるんだよ。いたんすか。どうすんだよ、それってやつ。いるな。いるよね。外国人ですらそれ消すかどうかで悩むっていうんだよ。今から人生決めてどうすんだよって。高校中退して結婚するやタイプもいるし。いるいるいる。それでうまくいってればいいんだけどな。うまくいかないですよ、もちろん。いけよ。結婚こそするけど、うまくいかないです。まあね。いるというわけで、まあね、花火ちゃんにはね、うん、どうするエールを送ってあげてもやむといいから。エールを。花火ちゃんは今後どうすればいい。まあね、花火ちゃんのね、あの感じは本当にね、もう元カノにね、ちょっと似てるところだからね。似てるとヤマピーの元カノめちゃめちゃいい人に見えてくるんだよ。花火ちゃんにの彼女でしょ。まあ、モナリストだし。元カノ今どうしてるかわからないのよ。もうだって接近禁止ですからね。そうだよね。もろもろ、見てる。喋んじゃねえ。見てるかもしれませんね。うわぁ、X が怒ってる。そうですね。まあ、下手なこと言うなよということですね、これは。でも本当にね、悪いやつに騙されないようにだけ気をつけてください。そうですね。じゃあ私からもうディズニーランドに行け、これだけですね。女子高生に送る言葉はこれしかない。原宿とディズニー行っとけ。そしたら僕でディズニー行ってジャンプした瞬間の写メ撮っとけ。これで3年間楽しく生きてきたね。自分がくだらねえと思ってることもハマってみれば意外に楽しかったりするから。そうですね。やってみればいいよ、本当。文化祭は楽しんどけ。ああ、そうだね、そういうことね。ピアスも軟骨に開けなきゃいいよ、とりあえず。ああ、そうだな。軟骨に開けてもいいよ。まあね、あとネットやりすぎんな、逆に。ネットやりすぎんな、帰ってこれなくなるぞ。ああ、それはね、ネットゲにハマりすぎるな。鼻ピと唇はファンデーションちゃんとこう、製造してくれ。なつけるけど、違うんだよ、お前。詰めるんだよ。取り返しついてないことを、さも取り返しついてるみたいな。だから、そう、誰かが条件が浮かんでるな、つけるやつも。手の中なんだよな。タトゥー入れてピアスも開けてる。高校時代のね。いたんだよね。いねえよ、高校時代にそんなやつ。正直いるでしょ、花火の口に。いねえよ、いねえよ。俺、よくやってたから。本当？うん、それぐらいの使い方趣味でやってたから。金をほどほど適度に使う経験がないと、自由に使えない時に使いすぎるから気をつけろっていうね。あー、これはね。バイトした方がいいよね。バイトした方がいい。バイトなんで母子家庭なのにさ、あんな金回りんだよって正直思ってる。あー、そういえばそうだ。だって働いてないでしょ。お父さんが多分金持ちくれるの。くれんじゃない。そこそこ金持ち、多分お父さんのガキで分かれてるから。ああ。結構な額払わなきゃダメなんじゃない。医者料的なのとか養育費もちゃんと払ってるタイプの。タイプも金はある。絶対えっちゃんが交通費とか全部出してる気がするんだよ。ああ、あの旅行は出してる。あれは出してるかかもしれない。まあ、えっちゃん金持ちっぽいし。アウトレットも絶対出してないよ、あいつ。だってえっちゃんバイトしてたからね。そう、短期バイト。でもえっちゃんだけバイトしてんだ。そうですよ、えっちゃん好きな。いや、もう許せない。えっちゃんはいい家でちゃんとバイトしなさい。許せない、やっぱり彼女。うちの彼女は塾講やったから、ちゃんと塾講師。そうなりなさいって言うんですね。塾講師をしなさい、花美ちゃんは。そう、塾の講師のバイトしなさい。そうだね、進学クラスだもんね。そう、とりあえず勉強しろ、受験をしなさい。そうだね。以上。じゃあそんなところで、オープニングテーマが3月15日に発売になりますので、皆さん買ってください。いいですね。以上、BTR メラマでした。
チャンネル登録、コメントとかよろしくお願いします。